司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。生前贈与のデメリットの一つとしては、一般的には相続税よりも高くつくということになります。贈与税の方が相続税より高いっていうのもありますし、例えば不動産を贈与する場合には相続で不動産名義を変えるのと贈与で名義を変える登録免許税っていう税金は贈与で変える方が5倍多くかかりますので、いろんなところの税金がどうしてもかかってきます。相続時に移せば税金がかからなかったものが贈与をすることによってかかってくるということになりますので、税金面のデメリットが考えられます。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。